こんばんは、平山茂です。真っ暗ですが、ちょっと今から電気つけますね。電気つけますよ。いきますよ。ドン。うおー、眩しい。こんばんは、平山茂です。今日は1月7日の木曜日の夜でございます。すいません、突然真っ暗から始まって。ちょっと今日はですね、新しい照明を、自撮り用のこの照明を買いましたので、この丸いやつ買いました。ちょっと色変えていいですか？とりあえず今部屋の電気はもう完全に消えてる状態です。だからまあ顔はすごいな、すごいね、これすごいじゃん。ちょっと LED のやつなんですけど、ちょっと色変えます。ドン。おお、これが白昼食とか、そういうちょっと柔らかい感じの、真っ白ではない、自然に近い光というやつですね。で、これがさっきの、これはもう明るい、これは明るいってやつですね。これがちょっと青っぽい、青っぽいというのか、より白っぽいというのか、とりあえず3種類の色調整ができます。で、これ手元で、光のまあ、切り替えと、あと強弱もできます。ちょっと弱めます。今最強です。今最強なのでちょっと弱めていきます。こういう感じで、これ一番弱いやつ。10段階ある光の調整が。すごい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。明る。これはちょっとすごいね。これ楽しい。外でやりたいな。これね、あの USB でできるんです。 USB でできて、で、こういう向き違いましたね。これ面白い。普通にすごい。これは女性は喜ぶやつだね、これ多分ね。こんなおじさんなのにこう顔が綺麗に映って嬉しいですから。ああ、これはもう女性はもっと嬉しいでしょうね。特にメイクとかね、してる、する人とかはいいかもしれない。まあ持ってる人もね、いるかもしれませんけども。いやー、これいいですね。2000円ぐらいです。2000円ぐらい。ちょっとこの LED 自体をちょっと取りますね。こんな感じですね。なので、ここにスマホを自撮り用にこう設置して撮るという感じでございますね。いやー、すごい。色チェーンしますよ。ドンドンドン。3種類光の調整がこういう感じで、なんとなくわかると思います。いやー、これいいですね。ちょっと今部屋の明かりをつけました。でもすごいですね。僕帽子してて真上にライトがあるんですけど、こう普通なら影でね、顔が真っ暗になるんですけど、これはすごいなあ。あ、これ箱です。リングフィルライト。多分僕は楽天で買いました。楽天市場で本当に1999円とか、そんな感じで、こういう感じでございます。こんな箱で届きます。はい、多分 Amazon でも売ってるはずです。で、検索はもう LED リングライトとかって入れてもらえれば、多分検索で出てくると思います。自撮り用のライトの紹介でした。すいません、ちょっと態度悪いですね。いや、これでもう大体いけますね。大丈夫じゃないかなと思います。これはあの本当にちょっと今家の中ですけど、ちょっと今後外で、屋外、夜の屋外とかで、これは本当に使えるんじゃないかなと思います。ちょっとまたね、この照明を使って夜真っ暗なとこ行って撮影してみたいと思います。今日はね、ここまでですけど、いや、これは大丈夫ですね。いや、本当にこれは大丈夫。これはあの、いらない人います？全員あった方がいいんじゃないかな。もう一人一個みんな持ってた方がいいんじゃないですか。まあ、いや、兄弟がいてももうそれぞれが持ってた方がいいぐらい。
必要だと思います。本当にこれがあれば本当に大丈夫、大丈夫だと思います。はい、ということでまた明日ですね。なんかこの今動画撮りながらいろいろニュース速報みたいないろいろ入ってきてましたけども、まあいろいろ世間世の中いろいろ大変ですけども、乗り越えましょう、乗り越えましょう、乗り越えましょう、大丈夫だからね。ということでまた明日会いましょう。今日はおやすみなさい。平山茂でした。ありがとうございました。また見てください。よろしくお願いします。